おっと、そろそろ行かなきゃ次の授業始まるよ。待って、もうすぐ推しが通るから。毎週月曜日3時間目の移動教室は絶対この廊下ですれ違うの。ここで拝まなきゃ午後やっていけない。はあ、へいへい。宮坂音、高校1年生。はっ、あー、セナ先輩。うん、日々推し活に夢中です。ねえ、やばい、夏服に変わってる。爽やかさ倍増しすぎて死ぬ。はぁ、あ、感覚。はよ行こう。推し推しって言ってるけど、入学式の時一目惚れしたんでしょ。それってただの片思いじゃ。それは違う。私はセナ先輩とどうこうなりたいわけじゃないの。別に認知されたいとかでもないし、ただ顔がかっこよくてスタイルがいいから拝ませていただいてるだけだし、もはや芸術作品。良くも悪くも正直だな。それに先輩、よく同じ女の人と一緒にいるのを見るけど、多分あれ彼女だし。とにかく存在自体が尊いってこと。どういうこと？推しの幸せを壊したくなんかない。私は先輩がいるだけで学校生活が楽しいんだから。私今日バイトあるからバスで帰るわ。わかった、また明日。はっ、推しの気配を感じる。じゃあセナ、あのこと考えといてな。ああ。一日に2回も会えるなんてついてる。今日は帰り道一人で寂しいし、どうせなら先輩見ながら帰ろうっと。ルンルン。こっちの道は遠回りだけど、どうせなら先輩と同じルートで。これじゃまるでストーカーじゃない。でも漂うイケメンオーラに体が勝手に。うん。おい、お前誰だ。バレたー。え、最近学校でもなんか視線感じるし、それもお前か。待って、この人本当にセナ先輩。殺される。私は1年2組宮坂音、セナ先輩を推しているものです。推し？はい、ただのファンです。入学式の受付をしていた先輩に一目惚れして、そのクールな表情とか歩き方とかもう全部大好きで、かれこれ3ヶ月ずっと先輩のことを推してます。3ヶ月ずっと？すみません、キモいですよね。もう近づいたりましてや話しかけたりしませんので、お許しください。別にいいよ、そこまでしなくて。え、いいの？さっきはめちゃくちゃ怖かったけど、実はそうでもないのかも。宮坂だっけ？ただのファンってことは俺のこと好きとかじゃないんだよな。はい、推しに迷惑はかけません、オタクのモットーです。じゃあそのストーカー行為を見逃す代わりにお願いがあるんだけど、1週間俺の彼女になってくれない？それって先輩を1週間独り占めしていいってことですか？え、ただのファンがそんなことしちゃっていい？うるさ。ああ、え、でもセナ先輩彼女いるんじゃないですか？どういうことですか？はあ、そんなんいねえよ。え、じゃああの人はどなたですか？ミオのことか。あいつはただの幼馴染だけど。ただのって何よ。幼馴染？最近いつも一緒にいる友達2人に彼女ができて。お前はまだ彼女いらねえの？俺の友達とか紹介する？一回も付き合ったことないなんてもったいないよ、セナイケメンなのに。いいって、俺か彼女できたし。は？なんで黙ってたんだよ。それならみんなでトリプルデートとかどう？今週末リボンパーク行かない？夏の大蔵刊号リボンスペシャルピンク、気になる新作がたくさん。秋元楽の過去×神々の争い、関東カラー&超ボリューム100ページ。
登場。原作よし先生、作画宮茶先生の宮の名のもとに番外編10ページ。新作ラブコメはメイドさんが